オーディオニュース天然芝のくのいちグラウンドで初練習、伊賀市の旧丸山中、伊賀市在寮の旧市立丸山中学校に完成した女子サッカー伊賀 FC くのいちの天然芝練習場くのいちグラウンドで8月12日チームの初練習があった。この日はトップチームの選手が90分間本拠地上野運動公園競技場と同じ芝の上で汗を流した。練習場は伊賀鉄道の丸山駅そばで、広さは7500平方メートル、踏み圧や擦り切れからの回復力が強いという天然芝を使用している。クラブを運営する NPO 法人が市から土地と建物の一部を無償で使用する許可を得、今年春からメインスポンサーの援助で整備を進めていた。市との契約は最長で2016年度までの3年間、水道料金や照明などに使った電気料金の一部などはくのいち側が負担する。くのいちグラウンドではトップチームの選手が優先的に使用し、下部組織のサテライトとジュニアの練習試合などにも利用するという。これまでは主に土のグラウンドでトレーニングをしていた。初練習前には柘植副代表が、思いっきり練習してステップアップできるよう力をつけてほしいと挨拶。キャプテンの那須選手は、芝生だと思い通りにボールが転がるので下を見ずに顔を上げたプレーができる。浅野監督は、これまでの環境を考えれば本当に良いピッチになった、ここまでしていただいたことに本当に感謝していると話した。